なんだこいつら、この反応なんかおかしいな。 RK アニメです。 Hello everyone、 皆さんこんにちは。 RK here。 大変大変お待たせいたしました。 I'm really sorry for not being able to update game videos. I've been busy with my own stuff. I wasn't playing Borderlands. But at the end I was finally able to do itI just want to remind everyone that we are on the last magic stone. So let's get right on to it. 今回で最後の魔石となりますので、早速始めましょう。ああ、ここにいたのね、悪魔。肝心な時に店にいないなんて役に立たないわね。想像し、誰かと思えばダメ神ではないか。悪魔のくせにギルドに出入りするなんて非常識よ。おかげで店まで無駄足踏んじゃったじゃない。まあ一暴れさせてもらったからいいけど。貴様、一体何をした？まあ、あのヘッポコ店主ではこやつを止めることは難しいか。そんなことより、この探索機交換してほしいんですけど。またその話か。前にも説明したであろう。一度に探索できる魔石は一つだけと。その件とは別よ。今度こそ壊れてるんだから交換してちょうだい。なぜに？探索機はちゃんと動いているのであろう？動いてないわよ。っていうか動きすぎなんですけど。貴様は何を言っているのだ？アクア、交代だ。お前の説明じゃ拉致が開かない。ちょっと失礼ね。ようやく保護者のお出ましか。保護者？その言い方はやめてくれ。で、探索機なんだが光点の表示がどうもおかしいみたいだ。まあ見てもらうのが手っ取り早いか。こういうことなんだが。うん。お、なるほど。ほら壊れてるでしょ。よく見て、光がずっと動いてるの。故障してるのよ。いや壊れてなどいない。これも仕様である。ちょっといい加減なこと言わないでよ。そんなはずないでしょ。これは探索機の故障ではない。指し示すべき目的地が動いているのだ。故にこれに表示される光点も動いているだけだ。はあ、魔石が移動するわけないでしょ。仕方あるまい。ダメ神の頭では理解できんのかもしれんが、魔石が移動しているから光点もそのように表示されるのだ。ちょっと待って、魔石が自分で動くとでも言うの？それとも空飛ぶ魔石？落ち着け、ダメ神。そうではない。魔石が動くというのは魔石そのものではない。問題は魔石があるダンジョンだ。魔石のあるダンジョンが動くのだ。ダンジョンが動く？なんだそれ。またこの不気味な曲か。信じられませんね。そんなダンジョン聞いたことがありません。ダクネスは知っていましたか？いや、私も動くダンジョンがあるなどとは聞いたことがないな。初耳だ。確かに信じがたいな。だが突拍子もない話だが、こいつはこれでも力のある悪魔。おそらく奴の態度からしても嘘ではないはず。けどダンジョンが動くってどういうことなんだ？ダンジョンにこう足がついてて、それをそのダンジョンがこうちょこちょこ歩いてんじゃない？あの手の空いている冒険者の方はこちらに集まっていただけますか？またこのお姉さん。おや、何かあったのだろうか。みたいだな。おて、あそこにいるのセナか？え、どこどこ？ほら、ルナさんの後ろに立ってるの。ああ、本当ね。まさかまたカズマが何かしでかして逮捕しに来たんじゃないの？バカ言え。俺が人様に迷惑をかけるような人間に。じーじーじー。見えるかもしれんが、牢屋にぶち込まれるような覚えはない。そうか。カズマがそこまで言うなら大丈夫だろう。私は信じていたぞ。そうですね。最近はせいぜい覗きやセクハラくらいですから、逮捕されたりはしないですね。性犯罪は立派な犯罪だから。本当かしら。カズマだったら私たちに隠れてとんでもないことをしでかした可能性もあるんですけど。おいこら、ダメ神、ちょっと表で話し合おうか。まあ落ち着け。何もやましいことがないのなら先にギルドからの話を聞いてみよう。うん、まあそうだな。とりあえずカウンターの方に行ってみるか。冒険者の皆様、至急ギルドにお集まりください。繰り返します。冒険者の皆様、至急ギルドにお集まりください。で、俺らを呼び集めたのは何でだ？
このほど王国の西の荒れ地に突如町の型をしたダンジョンが出現しました。またダンジョン現れたの？よく現れんねこの世界。またか。幻の塔に続いて今度は町のダンジョンですか。今月はダンジョン大増量セールだったりするんじゃない？うまい、座布団一枚。やめろ、そんなセールは誰も望んでいない。それでそのダンジョンがどうしたんだ？また調査が必要ということだろうか？はい、その通りです。こちらも封鎖されていた幻の塔と同様、複数のパーティーを調査に派遣しました。ですが、やはり怯えて帰ってきたのか？いえ、そういうわけではないのですが、すごく説明がしにくくて、言い淀んだりしてどうしたんだ？すごく端的に言ってしまうとですね、皆さん頭の中が子供になってしまいまして。頭の中が子供になってしまう？はあ？ありがとうございます。ここからは自分が説明いたします。あ、シナに変わった？ん？ああ、佐藤さんもいらっしゃったのですね。どうも、リザードランナーの件以来ですね。はい、きっとあなたならこのピンチに駆けつけてくれると信じていました。そんな期待に満ちた目を向けられても困るんだが、セナとは国家転覆罪の一件の後もバニル討伐やリザードランナー退治でたびたび顔を合わせている。しかしどうも魔王軍幹部を倒したためか、俺のことを正義の味方か何かと勘違いしてるんだよな。俺としてはそういうのは他のやつに任せたいので、いい加減勘違いを改めてほしいんだが。で、説明の続きを聞かせてもらいたいんですが。ああ、そうでした。説明とはそのダンジョンの特殊性についてです。実はこのダンジョンに入ると漏れなく精神が幼児対抗を起こすという現象が発生しています。幼児対抗を起こす？バブーって言い始めるのか。王国からそう遠くない場所にダンジョンが出現したということで、騎士も調査に派遣していたのですが。冒険者と同じような状況になったと？そういうことです。バブーを言い始めたと。しかも立ちの悪いことに、幼児対抗した者たちがいろいろとやらかしていまして、街中でダダをこねる、お金を払わずに食べ物を食べてしまう、道行く女性にママと迫る。女性にママと迫るって、それってただセクハラしたいがために近づいてるんじゃないの？他にもその全裸になって街中を駆けずり回ったりという。いや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 、これはもう完全なるセクハラでしょう。うわ、想像するだけで恐ろしいです。地獄みたいな光景ね。子供だったら許されるけど、大人がやったら単なる変態だもの。いや、まさに本当そうだよ。そういったわけで、今は王都でもこのダンジョンへの対応は急務となっているのです。私は今回そのような冒険者への対応を協議するために派遣されてきたのですが、同時にダンジョン調査の人員を募る特使としてここにいるのです。要するに今回のクエストはギルドと国の両方から報酬が出るということですね。危険ではありますが、急を要する事態です。腕に覚えのある方にはぜひとも参加をお願いしたい。ではこのクエストに挑戦する冒険者は名乗り出てください。ゼロ？いや、だってなあ。いくら報酬が多くても、その話を聞いてやりたいと思わないんで。そもそも王国の騎士様でも太刀打ちできないようなのに、俺たちが言ってもなあ。そうですか、それは残念です。王国から用意された報酬だけで200万エルスはくだらないのですが。200万？おいこら、一瞬で金に目がくらむな。どうですか佐藤さん、ぜひ魔王軍幹部を倒したあなたの力をお貸しいただきたいのですが。悪いけどお断りです。え、どうしてもですか？そりゃまあ、いつもならがっつり食いつくところですけど、今回は別口で高収入が保証されていますから。そうですね、無理をすることもないでしょう。心に余裕があるっていいわね。ま、そんなわけで俺らはパスするんで、誰か金に困ってる他のやつに頼んで。ツーンツン。なんだよバニル。話に出ていたダンジョンだが、我が輩の見立てでは魔石があると出ている。
7つ目の魔石か。じゃあそれを手に入れれば7つ集まるんだな。さよう。どうかね諸君、興味はないかね。確かに1つ1000万エリスは大きいですが、今回は場所が遠すぎです。得体の知れない危険もありそうですし。そうだな、これまでに集めた魔石だけで十分な稼ぎになるんだし、別に無理しなくたって。さてここで我が輩からの素敵なお知らせだ。魔石が7つ揃った暁には引き取りの際にセット価格を適用させていただこう。つまり買取金額大幅アップである。具体的には。ゴニョゴニョゴニョ。なんとセナ、その依頼俺たちが引き受けよう。あら、急に態度一変しましたね。え？いや単純なことだ。冒険者として民の苦しみを見過ごすわけにはいかないからな。いや違うでしょう。はい、皆さんが困っているのなら私たちが何とかしなくては。いや、あんたも違うでしょう。そうよね、女神であるこの私も可愛い信者たちを守る義務があるわ。お前は特に違うでしょう。なぜか皆さん急にやる気がみなぎっていらっしゃいますね。本当ですか、ありがとうございます。佐藤さんがいれば100人力です。あとは任せてくれ。さてとなると、まず目先の問題はどうやってダンジョンに向かうかだな。何しろ相手は移動しているんだろう。交点の速度を見たところ、それほど速度は出ていないようです。人の足でも追いつけそうですが。いやよ、あんな遠いところまで歩くなんて。馬車を雇えばいいじゃない。それでしたら私がダンジョンに向かう馬車を手配しましょうか。いいのか。はい、任せてください。ただ帰りの馬車までは難しいので、どこか近くの町で探していただくことになりますが。わかった、そっちは帰るときに考えるよ。ありがとうございます。それではすぐに馬車を手配してきますので失礼します。うん、これでダンジョンへの足は準備できたな。ねえカズマ、あの人カズマのことを信頼しきってるみたいよ。まあそうみたいだな。前に罪を着せた罪悪感もあるだろうし、カズマの言うことなら何でも聞くんじゃないかしら。お前はそれを言って俺に何をさせる気だ。え、だって旅の資金が欲しいとか言ったらさっとお金を差し出しそうじゃない。お前は人のことを何だと思ってんだ。とにかく準備ができたら町の入り口に集合しようぜ。とっととダンジョン攻略を終わらせよう。まあいつものようにお金にくらむこのそばの皆さんたちですが、まあ続けてダンジョンに向かいましょう。桃源郷ね。ああ、やっと着いたわね。ずっと馬車に乗ってたからお尻が痛くなっちゃったわ。それにしてもこれがダンジョンだとは。前もって聞いていなければ街にしか見えないな。でもなんだかちょっと変わった建物ばっかりよね。構築している素材も特殊というか珍しいもののようですね。壁も道もどんな素材でできているのかまるで見当がつきません。こんな建物コウマの里でも見たことがないわね。私もこんな建物は初めて見ました。やっぱり普通のダンジョンじゃなさそうですね。ほう、我が輩も初めて見る建築様式だ。なかなか面白い街並みをしているな。なんだか不思議な形だね。王国じゃこんな建物見たことないかな。これはどことなく僕やカズマのいた世界の様式に似ている。王国の建物じゃないとすると一体何なんでしょう。古い中国みたいな雰囲気だな。いや、どっちかっていうと仙人の住んでる桃源郷に近いか。へえ、ゲームの知識も意外と役に立つのね。ゲーマーなめんな。その手のよく使われる知識はとっくにネットで学習済みだ。あ、そう。じゃあそこまで言うならこのダンジョンの案内は詳しくていらっしゃるカズマさんにお願いしましょうか。おお、任せとけ。自信なさげですね。カズマ、待機中に強い魔力の流れを感じます。気をつけていきましょう。もうすでに幼児対抗始まってるのかな。まあ、なんていうかまさに中国的というか、
ザ神社って感じだね。すごいな、あたり一面桃の花が咲いている。そらまあ桃源郷っていうくらいだし、普通は桃の林の奥にあるらしいからな。桃の花があってもおかしくないだろう。そうか、しかしこの風景つい見入ってしまうほど美しいな。ダークネスが見入ってしまうものがあると。カズマカズマ、あの人たちは誰ですか？ダンジョンなのに恐れる風もなく歩いていますが。見た感じちょっと浮世離れしてるように見えるな。あれはもしかしたら仙人かもしれないぜ。仙人？アークウィザードとは違うけど、不思議な力を持っていて、いろんな術が使えたりするんだ。宙に浮いたりな。おお、もしかしてその術というのは強いのですか？爆裂魔法より。どうだろうな、メグミンが使うような物騒な技があるのかどうかは知らんが。気になりますね。あのカズマ、少し話を聞きに行ってもいいでしょうか？そうだな、このダンジョンの状況もよくわからないし、話を聞いてみるのもありか。ありがとうございます。絶対に爆裂魔法を強化する術を聞き出してきます。いや、このダンジョンの話を聞いてこいよ。しかしこうしていても平和そのものの街にしか見えないのだが、本当にここに敵がいるのか？確かに他のダンジョンと違って全然争ったような形跡もないよな。今のところ頭がおかしくなった様子もないし、また意味のわかんないダンジョンだな。ねえねえ、あそこで優雅に船遊びしてる人がいるわ。魚なんかも釣れるのかしら？多分釣れるんじゃないか。仙人といえば釣り竿だしな。なんだか面白そうで、ちょっと私も行ってくるわ。は？おいおい、遊びに来てるんじゃないんだぞ。わかってるわよ、ちゃんとここの情報も聞いてきてあげるから。どうせ手がかりがないなら動いた方がいいでしょ。アクアまで行ってしまった。あんまりバラバラになってもまずいから、俺たちはとりあえずここに待機だな。ああそうだな。お、どうした？ダクネス。いや別に何でもない。ほう、背筋を指でつつっと。やあ、おお、びっくりした。それはこっちのセリフだ。カズマ、よく我慢の限界が来てしまうところだったぞ。我慢の限界？もしかして内股をもじもじさせてるのって。違う、決してトイレに行きたいのを我慢しているわけではない。神聖なるクルセイダーが生理現象に負けるなど、あ、うん、向こうに行って済ませてきなさい。違うと言っているだろう。だが理由がなくとも少し席を外したくなったので、私は向こうに行く。聞き耳を立てるなよ、絶対だぞ。立てたらぶっ殺すからな。あ、はいはい。なんだかみんなバラバラになっちゃいましたけど、全員戻ってくるまで俺たちは待機だな。そうですね。お、どうしたユンユン、なんだかいつもより緊張してないか？あよくよく考えたら、カズマさんとこうして二人きりで話したことってほとんどないなと思って。そういやそうか、いっつもめぐみんとかいるしな。それで二人きりになった途端、何を話したらいいかわからなくなって。なあ、友達の友達と気まずい空気になるあれか。ま、無理して話さなくていいだろう。え、いいんですか？個人的にそういう空気を読め的な感じには断固反対する。別に話すためにダンジョンまで来てるわけじゃないし、ユニオンには戦闘でいつも助けられてるしな。カズマさん、ま、戦闘は本当にユンユンが要だからな。そっちで活躍してくれればいいさ。わかりました、頑張ります。あの、いいんですか？皆さんバラバラに行ってしまいましたけど。そのうち戻ってくるだろう。俺たちはそれまでここで待機だけど。そうですか。お、どうした？ウィズ、何か気になることでもあるのか？あ、いえ、その単独行動は危ないんじゃないかと思いまして。一応敵感知スキルとかいろいろチェックしてるから大丈夫だと思う。それにあいつらならしぶといから、
何かあっても俺たちが助けに向かうまで逃げ切るだろう。そうですか。だったら大丈夫ですね。なんだよ、何か笑われるようなことを言ったか。いえ、すみません。少し昔のことを思い出してしまって。昔のこと？はい、私もリッチーになる以前は冒険者として活躍していましたから。仲間と一緒にパーティーを組んだり、ダンジョンに潜ったり。今のお話でその時のことを思い出しました。ウィズがリッチーになる前か。そういえば聞いたことなかったな。私もこう見えて当時は結構すごい冒険者だったんですよ。へえ、初耳だな。リッチーになる前から強かったのか。はい、なんだか懐かしいですね。冒険者時代のウィズか。ちょっと見てみたかったな。そういえばウィズが冒険者やってた頃ってどれくらい前なんだ。年齢も。言いません。え、言いません。女性に年齢を聞くのは失礼ですよね。あ、はい。なんだか地雷っぽいな。おとなしくみんなの帰りを待つとするか。おい小僧、全員バラバラに行動しているが大丈夫なのか。問題ないだろう。戻ってくるまで俺たちはここで待機だけどな。うん、確かに貴様の仲間たちは死んでも死なぬようなものばかりであったが。なんかその言い方だとゾンビみたいに聞こえるんだが。似たようなものであろう。特にあのクルセイダーの娘などがいい例だ。我が輩と同化し、アマツさえ爆裂魔法を受けて生きているなど、本当に人間なのか疑ったぞ。あれはまあ規格外ってことで。それなら他の仲間もであろう。頭のおかしいコーマの娘に頭のおかしい女神と来た。貴様のパーティーほど規格外という言葉が似合うものも存在しないであろうよ。それを言うならお前だってそうだろう。まさしくその通り。我が輩こと大悪魔バニルがまさか人間のパーティーに加わる日が来るなど思いもしなかったぞ。それでお前の目的であるダンジョン観察は順調か。無論である。様々なダンジョンを見たことで我が輩の頭脳は抜群に活性化している。いずれ我が輩のダンジョンを作った暁には貴様を一番に招待してやろう。誰が行くか。ねえ、全員バラバラに行動してるけどいいの。ま、大丈夫だろう。戻ってくるまで俺たちは待機だけど。みんな緊張感がないんだね。どういうことだ。だって一応ここってダンジョンの中だよ。それに周りには知らない建物ばっかりで、明らかにこの国のものじゃない。この場所はあるだけでおかしいんだよ。なのにみんな警戒してないみたいだからさ。警戒ならしてるけどな。さっきから敵感知のスキルやらいろいろ使ってるし。あれ、そうだったの。それにあいつらならしぶといから、何かあっても俺たちが助けに向かうまで逃げ切るだろう。君、普段は言い合ってばかりだけど意外とみんなのことを信頼してるんだね。ベベベベ、別に信頼とかしてねえし。別に照れなくてもいいじゃない。いいのかい、全員バラバラに行動してしまって。ま、いいんじゃないか。俺たちはとりあえずここで待機だな。そうか、カズマ、君に一つ聞きたいことがある。なんだよ、また改まって。君は本当は悪人なのか、それとも善人なのか。はあ、いきなり何言ってんだよ。これは真剣な質問だ、カズマ。君のパーティーに同行するようになって、僕にも女神様を取り巻く状況が見えてきた。君のせいで女神様は苦労していると思っていたが、君は思いのほかリーダーとして頑張っている。他のメンバーも実力のあるものばかりだが、君がいなければまとまらないだろう。急に人のことを褒め始めるなんて気持ち悪いな。何か悪いもんでも食ったのか。だが君のせいで女神様がこの世界に来ざるを得なくなったのもまた事実だ。僕の魔剣を売り払ったりと、人として最低な行いも平気で行うひどい人間だ。いや、あれは勝負を吹っかけてきたお前が。僕には君という人間の進化が見えない。君がわからないんだ。おい、こら、人の話を聞け。だからなぜ女神様が君のことをそんなに信頼しているのかが知りたくてね。
俺が知るかよ。単に腐れ縁ってだけだろ。第一、そんなに気になるなら俺じゃなくてアクアに聞いたらどうだ。女神様に直接か。そうだな、わかった。いいんですかカズマさん、皆さんバラバラになっちゃいましたけど。そのうち帰ってくるだろう。それまで俺たちはここで待機ってことで。カズマさんがそう言うならわかりました。なんだろう、すっごく気まずいんですけど。よくよく考えたら、ランと二人っきりになるのってギルドで自慢話をしてた時以来なんだよな。ありがとうって何が。そのカズマさんのことを騙した私をこうしてパーティーに入れてくれたことに対してです。私正直カズマさんは口だけの人だと思ってました。自慢話ばっかりする調子のいい人なんだって。でも実際に戦っているカズマさんを見てすごいって思ったんです。私あんまり役に立たないかもしれないですけど、これからもよろしくお願いしますね。ああって今結構ひどいこと言われたよ。それにしても本当にここがダンジョンだとは思えないくらい平和だな。他の魔石を手に入れるときはあれほど苦労したってのに。ただま戻りました。待たせたな。おおかえり。アクア、船の人から話は聞けたのか。いえ、何にも聞けなかったわ。なんかおかしいよね。めぐみんの方はどうだったんだ。同じです、彼らは何も知りません。何も知りませんと。知らない。いや、このダンジョンにいて何も知らないなんておかしくないか。みんな、こっちだ。ダークネス、お前もさっきまであんなに我慢してたのに早くないか。問題ない。けどさっきまでは。それより先に進みましょう。いやいやいや、急にこのローテンションは何。ええ、時間がもったいないです。お、なんだこいつら、この反応なんかおかしいな。ただま同じです。これらは何も知りません。どうやら一番触れてはならんところに触れたらしいな。どうやら私たちを逃がすつもりはなくなったみたいだね。どうやらこのまま帰れる状況じゃなくなったみたいだね。 That's it for today. I need to abruptly end there or else it was gonna be way long again. I'll be uploading the next one very soon, so stay tuned. Thank you for watching this video and as always, see you next time.また動画がすごく長くなっちゃう感じでしたので急に終わらせた感じで大変申し訳ございませんが、続きは近々アップ予定ですのでぜひ楽しみに待っていてください。ご視聴ありがとうございました。